特派員の多田紗也子さんと荒木真理子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミンテレ特派員の多田紗也子です。荒木真理子です。今回は情報を提供してくださった高特派員の代わりに血液がサラサラになるお店に取材に行ってきました。それではご覧ください。こんにちは、ミンテレ特派員の多田です。そしてはじめまして、ミンテレ特派員の荒木真理子です。今日はですね、特派員のタカさんからの投稿で、なんと整体で血液がサラサラになるお店がここ馬車道のここにあるそうです。すごい立派なマンションです ね。じゃあ早速行ってみたいと思います。行ってきます。ということで、タカさんの情報をもとに私たちが向かったのはマンションの一室にある東洋整体学院健康一番館さんです。あら、こんにちは。どうぞお入りください。あの、整体で血液がサラサラになるって聞いたんですが、それは本当ですか？はい、本当です、実際にやってみますか？あら、ぜひやりたいよね。しまま、じゃあぜひお願いします。はい、早速私タダから血を摂取しました。こちらが私の赤血球です。かなり綺麗らしいですよ。赤血球次は私、荒木です、健康には自信があったのですが、くっついてる。やばい、マジで。右がサラサラ地のタダ、左がドロドロ地の荒木です。タダサラサラ。それでは私たちの血をサラサラにしてください。よろしくお願いします。荒木は新人でドロドロなのか。ということで早速整体をしてもらいます。痛いですね、結構。すごい質。誰だということで本格的にスタートです。こちらの健康一番館では50分5250円で整体を受けることができます。かなり高かったね。はい、そうですね。なんでただもやってる。終了です。軽い、足すごい軽い。痛いところはありましたか？腰が最高に痛かったです。先生、腰がやっぱり悪いんですか？腰は悪いです。骨盤ずれてます。ありがとうございました、ありがとうございました。見てください、わかりますか？整体後は肩の高さが元の正しい位置に戻りました。そしてドロドロ地だった私の血液はどうなってるんでしょうか？改善されてほしいです。でも本当にくっついてないのが増えてるよね。整体前よりはかなり改善されました。わかりますか？こんなに違うんです。ちょっとは改善されてますかね。ここ健康一番館さんでやっていただける整体の特徴っていうのはどういうのですか？はい、指による独自の応圧層で骨格、筋肉、神経、血行、栄養の5つの予想っていうのを調整と矯正していきます。じゃあもうここに来れば、あらゆるこう体の悩みが一気に解決できるっていうことですか？内科的な症状から神経的、内科的な症状まで対応していくことができますので、いいな、はい、安心してください。皆さんもここ健康一番館さんで血液サラサラになってみてはいかがですか？自分は大丈夫だと思っているあなた、危ないですよ。以上、多田と荒木がお送りしました。すごい効能ありそうですね。はい、あの50分やっただけでね、荒木ちゃんの血液すごいサラサラになったよね。はい、少しは改善されました。へえ、いいな。やっぱりすっきりするんですか、終わった後も？かなりすっきりしますね。いや、まあ、マッサージだからね、そのすっきりするのは分かるけど、うん、サラサラ地にまでなるとはすごいね。かなり真剣にこう私たちの体の悩みを長い時間聞いてくれて、どこが一番悪いのかとか、どういうところをこう刺激していけば一番悪いところが治っていくのかとかね、すごいね、親身になって聞いてくれるんですよ。ただでもなんかこう見るからに元気だもんね。そうですか。健康そうじゃん。姿勢もいいしね。本当ですか？
問題はやっぱり荒木ですよね。はい、荒木はもうあんなドロドロだと思いませんでしたもんね。自分でもちょっと健康には自信があったのでショックだったの。すごいショックでした。なんかね、はい、あれはなんかちょっとしたねヌード見せられるよりも恥ずかしいね。ねえ、あんな風にドロドロですって言われたらさ。はい、うん、清水さんはいかがですか。はい、私も整体に行ったことがあるんですけど、なんか右肩が上がってて、こういう常にこういう状態だったのを戻せよ。戻ったんですよ。戻った戻りました。でも多分まだ今こうやってなってる。おかしいよ、清水さん。お店の情報なんですけれど、うん、健康一番館ですね、完全予約制になっております、うん。それでですね、電話番号045-663-4487で、営業時間10時から7時まで、定休日や月曜日です。でですね、健康のサラサラの血液検査なんですが、うん、7月18日から7月30日までの間のみちょっとやっていますので、まあ、その日にサラサラをチェックしたい方はその期間内に行ってください。で、それは別料金で1000円かかりますのでご了承くださいということです。あの荒木みたいにほら、自分元気に自信があったって人も行くべきだよね。そうですね。分かんないもんだもんね。で、地図がこちらです。これ荒木が描いたんですけど、どれ？すごい上手ですよ。綺麗。見やすい。あれ、血がドロドロと思えない。意外と几帳面なんです。荒木から近いですね。本当にぜひ皆さん一度行ってみてください。寅さん、荒木さん、ありがとうございました。